あ、もしもし。あ、もしもし、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ今日はちょっとシングルの先生のコウキさんにいろいろとレクチャーしていただきたいなと思います。すいません、よろしくお願いします。やったシングルお化けになるぞ。昨日動画送ってくれたじゃないですか。はい。まあそれを見て、はい、まあ今のゴニハさんの現状のシングルとか、まああとなんかあの改善点とかちょっとまとめたんで。うわ、ありがたい。はい。で、最初に、はい、今のゴニハさんの現状のシングルから話しますね。はい。まあまず現状のシングル結論から言うと、瞬発力はあるけど持続力がないみたいな、そんな感じですね。ああ、もうめっちゃ心当たりあります。振り始めは結構早いんですけど、やっぱり長くシングルやろうとすると、力みすぎて失速するみたいな感じなんです。まあ、動画見てまとめたのが、はい、一つ目が両手とも小指が使えてないのと、はい、少し力んでて指の反発をうまく活かせてないっていうのが一つですね。パッと見、腕全体に力みが、見えるのと、はい、それのせいで手首の動きが少し硬いってのも一つありますね。で、右手は腕で振ってるんで、手首がブラブラして固定しきれてないっていうのがありますね。右手がやっぱり、その持つところが深すぎて、全然振れてないっていうのがありますね。見た感じだと親指と人差し指でなんかつまんでるところがちょっと弱いっていうのがありますね。はい、あ、もうちょっと強く握っても大丈夫だと思います。親指とかにもっと力入れてもいいってことですかね。そうですね。親指と人差し指もうちょい力入れても全然大丈夫だと思うんで。で、あと最後に、はい、まあ、指じゃないんですけど、ちょっと肘がちょっと伸びすぎてるっていうのがあるんで、肘伸びきっちゃってるとちょっと力み入っちゃって、それで失速しちゃうんで、あそこだけ修正すればって感じですね。
最後だけうまいよ。あの、そっか。